横浜市電、横浜市電、横浜市営電車は、かつて、横浜市交通局が経営していた、軌道、路面電車である。横浜電気鉄道を買収し、1921年、大正10年4月1日に、横浜市電気局、現横浜市交通局によって運行が開始された。主に、横浜市中心部、おおむね1927年以前の市域を、 運行していた。車両は、単車が、比較的後年まで多く使用され、塗色も青を基調としたものが採用されていた、上半分クリーム、下半分青、上下青、窓回りクリーム等、最末期は黄色に青び。運転系統は、循環系統が多く、特徴の一つとされていた。ワンマン運転化が遅れ、すべてワンマン運転となったのは、全廃一年前であった。戦後、 市街地が急拡大し、また、交通量も増加。輸送力や路線も渋滞の原因となった路線時期とあらゆる意味で、市電は中途半端な存在となり、根岸線の開通や交通局の財政悪化もつながって、全線廃止の一途をたどった。市電廃止後、7両の市電車用。 523.1007104.13111510.1601。7, 11, 1, 電動貨車10が横浜資源保存館にて保存されている。また、倉木公園に1両1156、11 56, 中田小学校に1両1508、150 8, 野毛山動物園にも休憩スペースとして1両1518が生態保存されているほか、軌道に付設されていた。 三影石三千0枚が神奈川大学浜キャンパスに移され、一号館前のあずま屋に敷かれている。他に神奈川県警交通安全センターに一両が現存しているようだが、かなり荒れ果てている模様。東京都電や大阪市電などの車両が大量に他の路線に譲渡されたのに対し、横浜市電から他の事業者に譲渡された車両はない。 長崎玄之介と村上つによる絵本は、司令僕らの試伝たち、改正者、1974年では廃止後に車両が、漁傷となる描写があるが、2017年の調査では、漁傷家の構想はあったものの事実は確認できかったと、されている。また、廃止時には、横浜市民という条件をつけて37両が、民間教室され、この絵本にもその模様が描かれた。 モデルとなった車両について、二千十七年現在、現存するものはないが、教室車両として登場する六両中三両については、実際の上都内容を踏まえたものであったことが確認されている、車番や用途については、客色あり。このうち、緑区の後谷公園に設置された千五百四号は、後に図書館となり、千九百八十六年の解体後に、後を継いだ。 自治会館にも、自伝文庫の名称が残されるとともに、車輪を設置した記念碑が建てられている。1923年、大正12年9月1日正午前に、関東大震災が発生し、保有車両143台のうち、半数の72台が、高島町車庫の火災、沿線火災で運転中に、消失、13台が、滝頭車庫の倒壊、運転中に、 横浜刑務所の石の倒壊で大破した。高島町変電所、常磐町変電所も消失し、千歳橋変電所は全壊。また、道路、橋梁、河川の破損も甚大であった。復旧にあたっては、参戦計画、杉田線、本木線の延長、久保町線の新設のために用意されていた資材が流用され、また、 日本陸軍鉄道第一連隊の工兵約300人が復旧に携わったこともあり、早期に復旧することができた。消失した車両の穴埋めに焼け残った車両18台を改造した屋根なしのバラック電車が運行された1924年1月廃止。また水道が復旧するまでの間、三水車2台が給水車として運行された。 機関が同じ京王電気軌道より旧型二軸車京王電気軌道1系電車を購入した。この際、新宿から生麦まで東京市電京浜電鉄経由で自走改装した。12月には5加年計画で12路線 22km を新設 17.8km を移設、置き換え 1.4km を撤去、そして設備の増設。 車両の心臓を行う復興計画が決定した。横浜電気鉄道の買収時、震災の2年前に発行した交際、そして、震災復興計画で発行したドル建ての交際の償還に加え、世界恐慌による為替相場の下落で、ドル建ての交際が、元金の支払いだけでも2以上に膨れ上がり、1941年、 昭和15年には3年間で元金が30万円から150万円に膨れ上がっていた。日中戦争による軍事の高まりで乗客が増えて増収となったものの、相変わらず交際召喚のために新たな電車事業整理交際を発行する自転車創業は続いていた。逼迫した財政状況の中で太平洋戦争に突入、ドル建て交際の召喚は 国が肩代わりすることになり、鉄道省の交通事業統制政策により、運賃が7銭から10銭に大幅に引き上げられた。このため財務が改善して、営業係数が50を下回り、黒字が出るようになった。1944年、昭和19年には、鶴見線の新設に着手する余裕も生まれた。しかし百四十五年、昭和十九年五月十九日、 横浜大空襲が発生。保有車両を20 202台のうち45台を消失し、千歳橋変電所も消失してしまった。河川、線路の被害も甚大であった。戦後はインフレによる物価の暴騰で、線路、設備の本格的な復旧や、車両の修理、心臓などの経費が高騰したにもかかわらず、連合国軍最高司令官総司令部の指導で、 運賃の値上げ幅が抑えられたた、再び赤字に転落。1947年、昭和22年には、鉄道事業の赤字が2年間で446万円から6031万円に膨れ上がっていた。1952年、昭和27年に、地方公営企業法が施行され、交通局が地方公営企業として独立。 しかし、市電を廃止した1972年、昭和47年時点で、累積赤字が91億5、125万円に達しており、逼迫した財務状況の中で、経費が安くつく、横浜市営バスの拡充、横浜市営トロリーバスの新設に転換たものの、どうにもならず、1966年、昭和41年10月には、地方公営企業法に基づく、 財政再建団体に指定されることになった。1966年、昭和41年10月、第一次財政再建計画として、再建整備後可燃計画が策定された。運賃の値上げ、市電、市営バスのワンマン化、市営バス、高速鉄道、現横浜市営地下鉄への切り替えを前提とした、市電の縮小、市営バス、トロリーバスの増車を行うというものだった。 ただし高度経済成長による職員給与のベースアップや政府の公共料金抑制政策による運賃の値上げ抑制、そしてバス路線の展開が休止域に限られたことでバスの増強に見合った運賃収入が得られなかったことなどが原因で経営は悪化する一方であった。再建整備後可燃計画とモータリゼーションによる慢性的な道路渋滞で 定時運行が困難になったことから、1972年、昭和47年に、市電、トロリーバスが全廃された。なお1973年、昭和48年8月に、地方公営交通事業の経営の健全化の促進に関する法律が施行され、1974年、昭和49年3月に、 第二次財政再建計画として15か年計画が策定され、自然の債務は、市営バスと市営地下鉄に引き継がれることになった。以下の路線は、街路整備等に伴い、昭和初期に移設されたものである。戦後に在籍していた車両を挙げる。太地は保存者が現存する車種を示す。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。